根本博士は日本および中華民国の陸軍軍人、最終階級はともに陸軍中将です。終戦時に中毛軍司令官として侵攻をやめないソ連軍の攻撃から蒙古連合自治政府内の張家口付近に滞在していた在留邦人4万人を救いました。復員後の1949年昭和24年には中華民国の統治下にあった台湾へ渡り、金門島における戦いを指揮して中共政府の中国人民解放軍を撃破しました。その戦闘で根本は中華民国の陸軍軍人として中国名林保元を名乗っていました。根本は1944年昭和19年11月中毛軍司令官に就任。その翌年の1945年昭和20年8月9日未明、ソ連は日本との日ソ中立条約を一方的に破棄し満州に侵攻します。満州では多くの悲劇が繰り広げられ、4万人以上の日本人難民が張家口に逃れてきました。張家口は万里の長城のすぐ外側にあり、内モンゴル最南端に位置していました。1945年昭和20年8月15日の敗戦の日を根本は張家口で迎えました。天皇陛下の玉音放送の後、根本はマイクに向かい張家口の人々に語りかけました。日本は戦争に敗れ降伏しました。皆さんは今後のことを心配していることと思います。しかしご安心ください。我が部下たる精鋭は健在であります。我が軍は私の命令がない限り勝手に武器を捨てたり任務を放棄しません。人々は皆心配する必要はありません。教民、邦人および我が部下等の命は我が身命を賭して守り抜く覚悟です。根本の声はモンゴル自治区に散在していた日本人居留民を安心させました。そして根本は全軍に命じました。理由の遺憾を問わず陣地に侵入するソ連軍を断固撃滅すべし。これに対する責任は司令官たるこの根本が一切を負う。本国からは武装解除の命令が出ていましたが、根本はソ連軍の本質を見抜いていたのです。ソ連軍の満州侵攻は8月15日の日本降伏後も止まることはなく、住民4万人の命が危機にさらされました。中毛軍の使命はただ一つでした。侵攻してくるソ連軍と戦い、時間を稼いでる間に4万人の居留民を安全に引き上げさせることです。停戦交渉を試みますが、それに応じないソ連軍に対し突撃攻撃を繰り返し、凄まじい白兵戦を繰り広げました。8月19日からのソ連軍との戦闘は3日2晩続いたものの、日本軍の必死の反撃にソ連軍は戦意を喪失し撤収します。また根本は懇意であった中国国民党軍の不作義に連絡を取り、撤退について協力を取り付けます。8月20日の夕刻から始まった張家口からの居留民撤退は、翌日21日午前中に完了との報告があり、中毛軍は居留民4万人を乗せた列車と線路を守り抜き、北京天津方面に無事に送り届けました。その後中毛軍にも密かに撤退命令が下され、将兵は歩いて北京に向かいました。北京に到着した根本には大きな仕事が残っていました。それは日本の支那派遣軍の降伏手続きです。1945年昭和20年10月の中国戦線の降伏調印式にて、日本軍を代表して根本が降伏文書に署名しました。
その後根本は北京にとどまり、北品方面軍の祖国機関復員業務の指揮を取りました。1945年昭和20年12月18日根本は中華民国主席蒋介石の求めに応じて面会しました。根本には蒋介石に対して言葉では尽くせない感謝の気持ちがありました。一つには在留邦人および日本軍将兵の帰国業務は国府軍の協力によって無事に行われており、蒋介石は日本軍の引き上げに協力的で、鉄道路線を可能な限り日本軍および日本人居留民の輸送のために割り当ててくれていたのです。そのおかげで10年はかかると予測されていた北品方面軍総員35万人の復員作業は、1945年昭和20年11月から翌年7月までの短期間のうちにほぼ完了するのでした。もう一つは1943年昭和18年11月に行われたカイロ会談において、蒋介石がアメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相に対し、日本の戦後の国体に関して我々は日本国民が自由な意思で自分たちの政府の形を選ぶのを尊重すべきである、皇室存廃に関しては日本国民自身の決定に委ねるべきであると主張し、賛同を得たことでした。ここから皇室存続の道が開けていったのです。蒋介石は微笑みながら根本にこう言いました。今でも私は東亜の平和は日本と手を握っていく以外にないと思っている。今まで日本は少々思い上がっていたのではないだろうか。しかし今度はこれで私たちと日本は対等に手を組めるだろう。あなたは至急帰国して日本再建のために努力をしてほしい。それを聞いた根本は次のように約束しました。東亜の平和のため、そして閣下のために、私でお役に立つことがあればいつでも馳せ参じます。根本は在留邦人の内地帰還と北品方面の35万将兵の復員を終わらせると、1946年昭和21年7月最後の船で帰国の途に着きました。根本が東京南多摩郡の自宅に戻ったのが敗戦からちょうど1年経った1946年昭和21年8月でした。それから3年、国境内戦は共産党の圧倒的な勝利に終わろうとしていました。根本は今こそ蒋介石への恩義を返すために、自分が行かねば、と思いました。根本は私財を売却して渡航費用を工面し、密航を決意します。あなたにも先人の声が聞こえます。